こんにちは、荒木和弘です。今いる場所はですね、韓国の中部にあるクミ、亀にオポノって書くクミ市っていうところなんですけども、ここにはですね、パクチョンヒ元大統領の生家があります。この私の後ろに見える古い建物がこれでこれでいいのか。はい、これがパクチョンヒ大統領の生家です。保存されて、こうやってですね、残っているということです。で、パクチョンヒ大統領というのはですね、1917年に生まれ、大正でいうと6年ですね。で、ここで育ち、それから、師範学校、テグ、ここからですね、もうちょっと南行くと、テグ市っていうのは大久、大きな町ありますね。で、そこの師範学校に通って、で、師範学校出て、小学校の先生しばらくやってから、満州国の軍官学校に入ってですね、そして、軍人になったと。で、終戦を迎えて、そしてですね、今度は、韓国軍に入るんですね。ちょっと途中いろいろあるんですけど。で、そして、軍隊の中で、クーデターをやってですね、そして、2年後に大統領選挙に出て、当選し、大統領になった。で、1961年にクーデター、63年大統領で、79年まで18年間、その国家の指導者を続けて、そして、79年に腹心だった、当時の中央情報部長に暗殺されて亡くなります。本当に激動の生涯、ということなんですが、このパクチョンヒ大統領の17年間、18年間というのは、韓国がですね、本当に飯が食えない、というもう最貧国の状態を中心国まで、持ち上げたと。で、それがもう明らかに今の韓国の基盤になっているということです。そうするためにものすごい、やっぱり強力な権力を使いましたから、で、それをこう批判する人たちもいるんですけども、でもやはり、その批判できるような、今政権交代韓国は、たびたび行われてますけども、そういうことができるような社会を作ったのがパクチョンヒ、だというふうに思います。で、私にとってはこの方はですね、私の父親と陸軍士官学校の同期になるんですね。満州国の軍官学校の半分、前半、余暇を出てですね、成績優秀者というのは、日本の陸士に、入学できました。陸士の本科ですね。で、本科で2年間、学ぶわけなんですけども、その時が陸軍士官学校57期相当。ということで、57期生の名簿にパクチョンヒが乗っかってます。で、そういう、子供の時から、韓国の大統領が、同期生だという話は父親から聞いてたもんで、そういうことも関心があったんですね。で、そこから始まって私の韓国研究っていうのは、始まることになるということで、ここはある意味で言うと自分の原点、と言ってもおかしくないような場所です。で、昔は本当にですね、この家だけは保存してあったんですけど、周りはあまり何もなかったんですね。で、今は結構綺麗になってます。それでこの組の街も随分変わってですね、後ろこうやってご覧になってわかるように、たくさん高層のアパートが建つということになってます。この辺り本当にもう元々貧しい農村だったんですけども、もう本当に随分変わったなというところですね。で、このパクチョンヒ、今さっき、資料館で、ちょっと映像も見てきたりしたんですけれども、改めてですね、日本との関係という意味ではこの人を、考えざるを得ない。今の韓国の若い人はですね、もう最初から自分の国がもうこんな豊かだったというふうに思っているんですけども、そうじゃなかった。それ本当に知ってもらいたいですね。これは逆に言うと我々も、やっぱり昔の世代の苦労したことっていうのをどうしても忘れがちですから、忘れちゃいけないんだということを思い出す一つのきっかけにもなるかなというふうに思います。で、この生家のところにですね、パクチョンヒ大統領夫妻の写真が立ってますので、ちょっとそこも行ってみようかな。
釣りましょうかね。よいしょ。等身大の写真だと思いますんで、ちょっと横に来て、すみません、大統領に大変失礼なんでしょう、こういう感じで平べったいやつなんでね、こうなっちゃうんですね。ちょっと大統領だけ、こういう風にしてご一緒させていただきます。背は低い方だったようなんですけどね、本当にやったことというのはすごいなというのを思います。それからこちらにおられるのが陸英宗ユギョンス夫人ですけども、まあ、この方もムンセガン事件で暗殺をされるという悲劇にはあったんですが、本当に国母という感じの方だったと思います。てなことで、今日はこのパク・チョンヒ大統領の成果からちょっとお話をいたしました。今日もありがとうございました。